はい、皆さんこんにちは、ワダルグルビッシュです。では今回は、パワープランの練習、栄冠の演続きをプレイしていきましょう。脳筋縛りプレイです。練習をね、投手であれば球速、野手であれば、パワーのみで、甲子園優勝を目指すというプレイ内容です。では合宿からですね、どうしようかな。このあたりで本当に使える特能をね、身につけてもらって、4回目の甲子園の出場の中で、深紅の大優勝旗を持ち帰ってもらいたいなというところですかね。これっていうのがなければ、無難なものを選択するしかないんですけど、やっぱり脳筋プレイである以上、みんなパワー S、パワーヒッター持ち、それくらいのね、次元に持っていければいいのかなと思うんですよね。今のところこれっていうものが、練習のパネルで出てこないとね、そもそもパワーヒーダー降格だっていうのは身につけられないので、合宿が近い時にはね、そういうものを意識した練習をね、取っておくっていうのも一つの手だと思うんですけど、そもそも出てこないとどうにもならないんですよね。ではこのままですね、夏の甲子園大会の方に殴り込んでいきましょう。では夏の甲子園大会1回戦目、栃木県代表佐野電工高校との一戦になります。総合戦力 C。 ここまで本当にこの夏の大会は、強豪校と呼ばれるような総合戦力がね、 B とか A とかっていう高校と戦っていないのは幸運かもしれないですね。さあ、そんな中町田くんがまずは先制のホームラン、パワー A です。はい、角井くんがツーランホームラン放ってくれて、これで5対1と4点リードにいい点差を広げています。ちょっとこれね、二次高校と佐野電工高校の、県の表示が逆になってましたね。佐野電工が千葉、二次が栃木、表示がちょっとなってましたけど逆です。今みたいなね、藤枝の強肩が発動できるのが来年までだと思うので、もう脳筋プレーを始めたばかりで申し訳ないんですけど、甲子園優勝をここで決めておきたいな。もちろんキャッチャーもね、脳筋プレーになるので、肩を上げるというよりかはパワーを上げるっていうことを今後はね、優先していくので、そういう中では、今のカイキャノンのような盗塁するランナーを刺すっていうこともね、もう滅多に見れなくなってくるのかなって思うので、ここで総合力で力をつけているね、この状態でなんとか甲子園の優勝をつかみ取りたい、そういうところで麻原くんにタイムリーツーです。はい、このボテボテの当たりをさばいて甲子園1回戦目、まずは無難に勝利重ねています。では甲子園の2回戦目、駒を進めていきましょう。ではここで改めてですね、選手、スターティングラインナップご紹介しておきましょう。1番町田くん、もうすぐパワーが S に乗っていきます。2番犬伏くんも、もうすぐパワー S、 ミートはすでに S に乗っています。3番小松くん、走力の高い選手ですね。おそらく来年以降こういう選手は出てこないと思うので、先ほどもお話しましたが、ここでね、甲子園出場からの優勝を決めておきたいなと思っています。パワーは A です。4番安田くん、パワーヒッター持ち、ミートパワーそれぞれもうすぐ100っていうね、化け物みたいな選手になりつつあります。5番角井くん、もうすぐパワーが100。6番藤本くん、パワー B ですね。天聖プロ、元阪神の藤本。7番麻原くん、パワー S、威圧感も持ったパワーヒッターです。8番藤枝くん、肩が A、 そしてなんといってもね、キャッチャー A なんですね。そして9番ピッチャー横山くん、球速は高校生離れした160キロ超えです。でリリーフ陣なんですが、横松くんが奪三振持ちで、須山くんが球速安定、
彼も球速160キロを超えています。このメンバーでね、甲子園の2回戦目戦っていきたいと思います。はい、では2回戦目ですね。福井県美浜高校との一戦になります。美浜高校、福井県といえば美浜原発ぐらいしかちょっと思いつかないですけど、4番の吉岡君が打率4割2分2、ホームラン23本、打点39、化け物みたいな選手だな。これってどの吉岡だろう。天聖プロの吉岡のような気がするな。いや、違う。ミート A、パワー B。まあでもミート A、パワー B、この能力でこんだけの成績を収められるんであれば、安田くんのがもっともっと打ってほしいですよね。小松くん、角井くんあたりはね。今回ね、横山くんがちょっと調子を落としてるんですね。そこが心配な点ではあります。では、2回の裏、1点リードの場面からプレイドをしていきましょう。さあ、1点リードのまま5回の裏、ワンアウトランナー2塁1塁で、5番安田くんですね。安田くんは、ミートパワーもうすぐ100になろうかという、パワーヒッター持ちの4番バッターですね。ここは見せてほしいな。4番の以上。ここはゲッツーになれ。同点に追いつかれて、ノーアウトランナー、なお三塁一塁のピンチ。ここはどうしようかな。スタミナを上げてから、同点で終わってほしいけどね。同点のまま、終盤に行きたい。ここはゲッツーは取れない。切り出すチョイスだな。まあ、前進守備の指示を出していたわけではないので、まあ、ファーストでもよかったのかな、一塁でもよかったのかなというところですけどね、まあ、守備を鍛えているチームではないので、あまりね、守備に対して多くの注文を出すことができないので、まあ、1点ビハインドになりましたので、ここからはね、取り返すということで、頑張っていきましょう。早速、同点に追いついてくれてるな。誰かがホームラン打ってるね、きっと。これは打ち上げます。レフトフライ、飛距離は出ていません。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。さあ、ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。ヒットエンドラン、センター前クリーンヒット、センターからサードへ。犬虫、ナイスバッティングです。7回の裏、ワンアウトランナー二塁一塁。3番小松くんですね。ゲッツーが怖いけど打っていきましょう。ここで勝ち越しするね、絶好のチャンス到来というところになります。小松くん空振り三振の後、4番の安田くんは抜けない。サード吉岡が抑えてます。でね、チャンスの後にピンチありということで、ここは投手を変えていきましょう。須山君に変えます。横山、さあ、ここは精密機械ばりの、なんとか同点のままね、8回の裏、9回の裏と行きたいんですが、ここはフォアボール。抑えてほしい。ゲッツー取れる。浅原君、ここはゲッツー取れるかなっていうところでしたけどね、ちょっと焦りましたかね。ああいう守備の乱れの後ね、失点しないでいけば、その裏の攻撃がね、盛り上がってくるかなと思うので、ここ、点を取りに行きましょう。落球したものの、無失点に行ったんでね、浅原くんほっとしてると思うんですけど、その浅原くんは、初球を打ってサードが。さあ、9回の表の守備です。ノーアウトランナーが一塁。ここは須山くん、調子上げて乗り切ってもらいましょう。須山くんはね、フォークが変化量6持ってます。ガー、言葉に出ない言葉が出てしまいましたけど、ファールでよかった。あとシュートの変化量が3ですね。球速は160キロです。もう速いボールで内角攻めたら打てないでしょう、高校生は。よし、これは藤本が抑えて、ツーアウト。で、怖い4番の吉岡くん。
めで勝負しましょう。よし、最後はインハイに空振り三振。では8回の裏の攻撃です。ここはねもう一発を狙っていきましょう。藤枝くんもね、キャッチャー能力優先で育ててきているので、まあ打撃がね強い選手かというと決してそういう選手ではないんですけども、9回の裏ここでサヨナラ決めたいけどね。津山くんは回またぎで次の回も投げてもらいます。そして1番の町田くん、そうなると10回の表を守りきって、おお、これは入るか、フェンス直撃。守ってもらって10回の表2番打者から始まるところで勝負と思ったんですけど、その前に9回の裏サヨナラのチャンスが来てます。あとは代打誰か出せるかだな。吾妻くん、吾妻くんか、熱血感だとな。これね、内向的な選手だともしかしたら魔物が発動してくれるんじゃないかっていう期待感もあるんですけどね。これは抜けていかない、一塁が抑えています。当たりは良かったですね。次の回いいクリーンアップからのね打席にかけましょう。よし、それでクリーンアップ3番4番5番です。今日当たり出てないな小松くんもね。これは入るか、入ってくれ。もう人伸びなかった、もう人伸びでしたね、もう人伸び、本当にもう人伸び。ここは引っ張っていく、これはボテボテの当たりですね。ちなみにこの高木くんの能力見ておきましょうか。高木くんは、球速119キロか、全然ないな。シンカーとフォーク、ジャイロボール持ち、これは引っ張りいいな。さあ、ファイトを前面に押し出したのはパワーです。球は遅いんでね、芯で捉えれば入る。うーん、ここはボテボテの当たりですね。では守備になります。うん、攻撃ですね、そのまま攻撃になります。藤本くん、で浅原くん、浅原くんもねパワー S のパワーヒッター持ち、ここはサヨナラホームランを決めてくれた。よく打ってくれたな。11回の激闘に終止。いやー、ヒヤヒヤした試合でしたけどね、なんとか勝利できました。では3回戦目に駒を進めます。はい、ついに総合戦力 A の高校とぶつかります、茨城県のこれ神栖高校で合ってるかな、ここを撃破できれば甲子園優勝が見えてくるかなというところですね、今回の張り切るボーイは浅原君ですね、前回の試合ではサヨナラホームラン打ってくれてます。お、これ守備の乱れだ。ノーアウトランナー二塁のチャンス。5回の表2対2同点です。それぞれ点を取り合ってますね。ここはショートゴロ。はい、7回の表2アウトランナーが2塁です。ここで勝ち越しをね決めてほしいなっていう場面なんですけどね。7番の浅原くんパワー S、 ここは打ち上げてキャッチャーファールフライかな。さあ9回の表です。2番犬伏くんから、犬伏くんもねもうパワー S になってます。パワーも S、 ミートも S、 当たればホームランっていうね、そういう打者に育ってくれています。で相手の投手駒場くんですね、球速125キロ、コントロール S、 スタミナもうすぐ S ですね。でスライダーの変化量が6、スクリューが4、シュートが3、ムービングファーストも持っているが、球速が遅いんであればここは引っ張りましょう。引っ張ってね、大きい当たりが出れば一塁はセーフ。
エラーが出てくれると嬉しいよな。さあ3番の小松くんですね。阿部日持ちか。となるとここはミートでいこう。センター返し、これはただセンターフライですね。まあ、芯で捉えたような当たりだったんで、欲を出さずにね、ミートしてくれたのかなとは思うんですけどね。よし、これは二塁打になる。あとはここでスクイズを決めるかどうかだな。スクイズを決めましょう。5だからね、ゲージが5となればスクイズですよね。もう脳筋プレイなのかお前はと、お叱りの声も、届いて、もう届いてますね、完全に届いてますが、ここは行きましょう、このまま。そして藤本君はポテンヒットでタイムリーヒット。総合戦力 A のチームを撃破する絶好のチャンス到来。駒場君がね、球速が遅いっていうのがね、あったのかもしれないですが、ここで2点勝ち越しです。横山君のところですが、どうしようかな。このまま行くかどうか。135球、いや交代しましょう。135球は投げすぎだ。横松君みたいもらいます。んで守備を盛り上げて、しっかり守っていきましょう。ナイスプレー、朝原。守備を盛り上げた甲斐がありましたね。では3番の池谷君です。ホームラン15本、打率3割4分3厘、すんげえ強力だよな。これで最後の打者とすることができるかどうかというところですね。横松君もね、ストレートは157キロ持ってますからね。ではこれで4回戦目に駒を進めていきましょう。はい、連続して総合戦力 A の高校との試合になります。長野県松本高校との一戦です。3回の裏、2点ビハインドの場面になります。相手のピッチャー状況を見ておきましょうか。ちなみにね、横山くんがもうね、ぐだってるんですよね。なので横山くんは早めに変えて、まあ、横松、須山とスイッチしていく必要があるかなと思ってます。ただ相手ピッチャー陣もね、この毛利くんを退ければみんな絶不調なんで、まあ、条件は同じ状態に戻せるかなというふうに思っています。で今回の張り切りボーイは、朝原くんですね。パワーが98、パワー比威圧感持ちです。まあ、早めにだから横山くんを、スイッチして投手をね、変えていってあげる必要があるのかなというふうには思っています。ノーアウトランナーが二塁一塁、4回の裏です。3番小松くん、ここはセカンドライナー。2点のビハインドがあるんでね、できれば打っていきたい。よし、抜けていく。これでワンアウトランナーが満塁。で5番の角井くんですね。角井くんはパワー S、 ミートが78、対変化球丸です。ここで点が取れるかどうか。これは犠牲フライにはなる。まずは1点ですね。まあ、どこであとは変えていくかというところかな、横山くんね。6回の表、ノーアウトランナー2塁1塁のところで須山くんにスイッチしてます。ここは離されたくない場面なんだよな。4番の熊谷くん、熊谷くん、迎えている場面ですね。これは抜けていく。ただランナーは帰ってこれない。いや、帰ってくるか。帰ってきましたね。はい、6回の裏、ノーアウトランナー二塁一塁。松本高校にあの後追加点を許して、4対1と3点ビハインドです。4番安田くん。
この回はね、点を取っておきたいなっていうのと、相手の投手陣もここからもヘタれてるやつしか出てこないので、一気に畳みかけましょう。相手の投手、確認します。夏目くん。伸び A、ただ軽い球ですね。変化球は3球種。スライダーシュートにフォーク。速球は140キロ。で、その他は、大本くんと大沢くん、共にヘタってるので、ここはね、ここぞとばかりに攻め立てて、ノックアウトしていきましょう。つもいくんの当たりは、これは、ゲッツーになる。いや、ゲッツーか。なかなか答えるな、今のゲッツーは。これは2点タイムリーですね。いや、返すライスも、さっきのね、つもいくんのゲッツー、当たりはまあまあ良かったんですけどね。まあでもここは諦めずに行きましょう。さあ、サーラ君。ツーストライクから3球勝負で空振り三振。さあ、8回の裏、同点に追いついて、4番安田君というところですね。で、ここね、一塁ランナーの小松君がね、盗塁 A の走塁 S なんですよ。走力 S。なんで、ここはまずは走らせます。余裕でセーフ。ここから一本のヒットでね、小松くんの足なら帰ってこれるかなとは思うんで、なんとかね、一本ヒット打ってほしいかな。これはライトが追いつく。これでツーアウト。さあ、6番の藤本くんですね。今日タイムリー打ってくれています。まずは盗塁。よし、盗塁セーフ。小松くん走らせてもよかったかな。もうちょっと前のタイミングで。これは抜けていかない。一塁はアウト。この回に勝ち越せなかったか。渋沢くんに勝ってますね。渋沢くんは、どうしようかな。調子が悪いんだよな。コントロールが S。伸び B。シンカー、カーブがそれぞれ変化量4です。これで2年生ですからね。来年すごく期待できる選手ですよね。ただここは来年のことを考えるのではなくて今年の甲子園優勝を目指しましょう。もう使えないんだよね。伝令がね。これは抜けていく。まずいなー。ノーアウト満塁。ノーアウト満塁のピンチで3番。まずは三振が欲しいな。これは一塁はセーフ。ゲッツー崩れですね。まあ崩れというかまあ1点。ゲッツー取れててもね、奪われてしまってる場面ですが。これで2点目。さっきの回に勝ち越せなかったのが痛いかな。なんと、うおー、これがあるか。はい、残念ながら夏の甲子園大会はベスト8止まりですね。まあ勝てる試合だったのかなと、こういう悔いはありますけどね、しょうがないですね。では、脳筋プレイ続きを次回以降また進めていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。